お待たせしましたそれではただいまより江戸城天使を再建する会が、えー、月1回、えー、開催しております、えー、オンライン講演会全国お城物語本日は浜松城の話をいたします、えー、浜松城は明治の廃城令の後大部分が民間に払い下げられて跡地の開発が進みますが天守久留和と本丸は、えー、公園の そして残されました。1958年に復興天守が建てられて、地の発展のシンボルとなっております。そして2014年に木造で天守,天守門が再建,建されました、えー。2017年に西の丸にあった小学校が閉じられて、それ以降大規模な発掘調査が行われた結果、数々の大発見がありました。 それは本日のお話をお引きください。えー、それ本日は、えー、浜松市文化財課長鈴木俊和さんにお話をお願いしております。それでは鈴木さんよろしくお願いします。はい、えー、皆さん改めましてこんにちは。えー、浜松市文化財課課長の鈴木でございます。えー 本日は先ほどご紹介ありました浜松城の概要と発掘調査を主にした調査成果ですねそういったものをご紹介していきたいというふうに思います、えー、途中ですね2時45分から50分ぐらいのところで一旦休憩を挟みたいと思いますけれども休憩を挟んで浜松城の,この調査成果歴史的景観というのを時代を追ってですねご紹介していきたいと思います それでは今回私の発表を進めるにあたってなんですけれども浜松城自体がですねかなり重層的な歴史をたどっておりますのでそのですね歴史的な背景を段階区分まず最初にご紹介してお話を進めていきたいというふうに思います浜松城というのは徳川家康の築城で有名でございますけれどもそれよりも前ですね 前,身のお城前のです段階のお城というものがございましてその名前を引く間城というふうに言うんですが引く間城の時代から含めましておおよそ現代まで含めて6つの段階を経て、えー、現代に至るというふうに考えております、えー、その概要としては今スライドに示しているとおりでございますが簡単に申し上げますと第一段階というのが徳川家康が築城する前の段階ですね 特にこの辺りというのは浜松城の辺りというのは今川のです、ね、勢力にも入っているところがございますので今川勢力の入っていった段階を含めて戦国時代前半とここでは仮に申し上げます1570年までの段階ですけれども今川の段階ですと城代に伊能氏というものを聞きますので伊能氏が菊間城を治めていた段階を第一段階というふうに申し上げます。 え続きまして第2段階ですね、えー、徳川家康があー三河から独立して、えー、三河で,です、ね、独立をして、えー、そして遠江に進出していき、えー、浜松城をその拠点とするような段階ですけれども、1570年から西暦でいうと、徳川家康の勢力があ関東に移る、1590年までの段階ですけれども。 徳く家城に最初、徳川家康は入りますけれども、そこが手狭だということで、えー、お城を拡張して、えー、そして武田信玄とのです、ね、直接対決にです、ね、至るというような、そんな時代を過ごします。えー、その頃を第2段階、ここでは仮に戦国時代後半というふうに申し上げます。えー、徳川家康は三河、岡崎からです、ね、浜松に移るときに家臣団をです、ねえー、連れてきますので、 現在に至る浜松城下町のですね。えー、ま、形成の基礎にもなっております。続きまして第3段階ですね、えー、これは徳川家康が関東に移った後、植保系の大名ですね、えー、豊臣秀吉の重臣であります。堀尾義治というですね。大名が入ってきてえー、高石垣と天守を築くまあ、そういったお城に変えていくような段階を安土。桃山時代、今日の発表では申し上げます。えー、植初号のお城の姿を第3段階。 いうふうふに申し上げます、えー、堀尾義治とです、ね、あのその子どもたちがです、ねえー、あの堀尾の,です、ね、あの家を継いでいきますけれども、えー、関ヶ原の戦いの後ですね、と、えー、堀尾自体も不幸、まあ、があったということで、えー、堀尾がです、ねえー、出雲の方に移っていきますけれどもその後お江戸時代の方に入っていくと 不大,大名が浜松城いこのころを第4段階というふうに申し上げますが三の丸を拡張しその家老屋敷を作っていきそして新たな城下町を形成するそういった段階をここに続けますえ続いて明治の廃城法の話も今日ちょっとお話ししていこうと思いますけれども 明治に入って廃城を迎えて昭和のです、ね、アジア太平洋戦争の敗戦までをです、ね、第5段階というふうに申し上げます、まあ、廃城後です、ね、浜松城の多くは民有地化されていってほぼです、ね、市街地の中に収まっていくんですけれどもその中でも今日ご,ご説明申し上げます 天守岩と言われるところとか、本丸で,ですね、石垣がある辺ありですが、まあ、そういったところは開発がです、ね、及ばず、公、ま、園、あ、的なです、ね、使われ方をする中で、まあ、保護されていく、そういった歴史をたどる段階を第5段階というふうに申し上げます。そして最後、アジア太平洋戦争の敗戦からです、ね、現在までに至るまで、西暦で言えば1945年から現在までですけれども、 それまで第5段階、その明治から大正、そして昭和の前期に至るところまでは、民有地で,です、ね、保護されていたところが、だんだんと公有地化が図られ、公園整備をされていく、戦後復興と区画整理の歴史をたどりながら、今に至るというところを第6段階というふうに位置づけます。 えー、皆さんが多く興味あるのはあ、この第2段階であるとか、第3段階、徳川家康であるとか、初皇旗の段階だと思いますけれども、えー、沖縄様の戦い直前、これは第2段階あ、第1段階ですね、第,第1段階の、えー、今川のですね勢力で、菊間城として浜松城が作られていた時代ですね。えーこの 東民も含めて駿河、そして三河、この全域ですね、三国を今川が支配していた、そういった時代が第一段階でございます。そして第二段階、徳川家康が三河で独立して東民に入っていき、浜松城の城主となっていく頃が、今、こちら私がカーソル,ーソルで映している段階ですが、長篠の戦いの直前というふうに示してますけれども、この頃というのは、 武田のです、ね、勢力が、まあ、最もですね、えー、半島を大きくしている段階で、えー、緑色系に塗っているのが織田信長のこの勢力圏と徳川家康の勢力圏、この緑色のところをこう足したところと、えー、武田の勢力と、ないしは北条の勢力、これをまとめていくと、ほぼですね、えー、面積的には、この日本列島の中央部分ですけども、二分しているというような。 まだこの頃というのが天下がどういうふうに動いていくのか分からなかった、そんな時代がこの第二段階、今私がカーソルで動かしている段階です。えー、そして、長、え、篠、ー、の戦いの後武田の勢力が、まあ、弱まっていき、徳川家康が五か国領有を示す、先ほどの段階でいくと、えー、第二段階のまあ最終のところですけれども、徳川家康がまあ最大半島を築き、この五か国領有をするような。 そういった時代ですけれども、まあ、このようなあ黄緑で塗ったようなところを徳川家康は、あこの遠江時代のです、ね、最終段階で、えー、こ,のおこういった勢力,を勢力権を持つということでございます。えー、そして、えー、直方期の段階というふうに申し上げましたけれども、徳川家康があ関東に移った後は、あこのお一番最後、右下のおこの絵であります通り、えー、豊臣秀吉の,お、まああの勢力権、まあ家 正確に言えば徳川家康ももちろんその豊臣勢力の,です、ね、あの一翼になっておりますけれども、まあ、このようなあの勢力権を担うということで、えー、浜松城には堀吉アルが入るという,ようなことをご紹介した図でございます。えー、現在の浜松の中心市街地ですね、えー、航空写真を今、示しております。 えー浜松駅 JR の浜松駅は今、私がカーソルで示しているところで、えー、そこから駅前に、ですね、えー、この駅の北側に現在、浜松の繁華街という,場所というのは、今、私がこちらカーソルを写したところですね、こちらに写っておりまして、森になってますけれども、特にここですね、今、丸くこうお示ししているところですが、こちらにえ天守ぐそして本丸と言われるところですね、えー、が作られありまして、えー、復興天守。 気づかれてていいいるものでござまますす画面を変えていきますえこれがあ先ほどの航空写真からあ現在の,このえ地図とそして町の境を表したものですけれどもお、えー、およそここに示しているところですねここに1つの町の区画がご覧になれると思いますけれどもこの町の区画そのものが元城町、えー、元のお城と書いて元城町というんですけれども元城町という今現在町名になっておりまして 現在、浜松市中区本城町というのがほぼ浜松城の領域になるということでございます。えー、先ほどのところ、江戸時代の,です、ね、あの地図にちょっと落とし直したものですけれども、本城町の範囲はこの堀で囲まれている浜松城の範囲ですね。えー、そして浜松城の 大手門というのが南側にありますけれども、その大手門を起点にするような格好で、この黒く塗っているところが東海道ですね。えー、東海道はあこの浜松城の東側に流れる馬目川という川がありますけれども、馬目川を渡ったところに、えー、東側のです、ね、木戸がございまして、ここから浜松城の城下町が,浜松の城下町が始まりまして、えー、浜松城の大手門を起点に、東海道は90度折れ曲がり、 南の方に下っていくというような、そして城、えー、下町のです、ね、本体が形成される、こういった景観を示しております、えー。浜松城を描いた絵図というのは、もちろん、触法期のものはございませんで、えー、現在お示ししているものが、まあ、サイコクラスですね、17世紀の後半ぐらいのものでありまして、まあ、およそご覧いただくようなです、ね、あの構造になっています。 これからスライド等で主に紹介していく天守グルバというエリアですね、もともとここに天守台、天守があった天守台がございますけれども、天守台があるエリア、一つを天守グルバと申しまして、天守グルバの東側に本丸がございます。本丸とこの天守グルバを囲む、このエリアが、食糧器に高いしなき化されたエリアでございます。 そして二の丸はさらに東に行ったところですね、にございまして、さらには二の丸の東、ないしは南の方に三の丸が形成されるというような、こういった主な車の配置をとっております。そしてもう一つご注目いただきたいのは、浜松城の北東部に 四角の四角の一角ですね。車が4つ囲まれて、田んぼの田の字、漢字の田んぼの田の字を書くようなそういった一角が見えますけれども、こちらが浜松城の前身の城郭であります、くま城があったエリア。えー、近世浜松城もこのくま城のエリアを取り込みまして、こちらに古城、古城というふうに書いてありますけれども、古城として、えー、取り込み、 えー、侍屋敷であるとか米蔵とかそういったものがあ、まあ、作られるようなそういったエリアがこちらにございます、えー、高さの比較で言いますとこの三の丸というところが一番低いところで三の丸から二の丸に一段上がりさらにまた上がって本丸に上がり一番高いエリアがこちらの天守グルアというようなあ構成をとります 北はこちらですね。こちら側が北で、今北を上に向けた絵図にしております。こちらをですね、現在のこの地図、地形のですね、あの市街地の地図に移し込んだものがこちらの図でございますけれども、申し上げている通り、紫色に塗っているところが石垣があったところで、本丸と天守閣、そして東側に二の丸、さらに東側には三の丸、そして北東部には 古城ですね、く間城があるというようなこういった構成になっております。で、えー、この図そのものはあ、まあ、近世の浜松城を描いたものでございますので、えー、もちろんその段階区分で言った第1段階のく間城はこの古城のエリアだけでございますし、えー、徳川家康が築いた浜松城というのもこれ,これだけの範囲を持っているわけではございません。 近世浜松城の段階になって、えー、これだけの広さを持つようになるということです、えー、東西南北まあおよそ700メートルぐらいのですね、えー、規模を持つような、まあ、比較的規模の大きいですねお城でございます、えー、ちなみに近世の浜松城の城主のですね国高というのはまあ5万石程度でございますので、えー、まあちょっと5万石にしては比較的大きめのですねお城になるのではないかなというふうに考えます それでは段階区分に従って、えー、現在の様子と発掘調査で明らかになったですね、この浜松城のありようというものをです、ね、ご紹介してみたいと思います。えー、まず、第1段階としては戦国時代前半、今川市の領有、ないしは今川市が領有しているよりも前の時代ですね、の城の様子をですね、ご紹介したいと思います。エリアとしてはこちら、工場ですね、があったエリア。 コンピュータグラフィックスで,です、ね、示してある戦、えー、国前期の浜松城、引間城の様子です。えー、田んぼの田の字を描くような4つの車が連接しておりまして、まあ、それがです、ねえー、互いに、えー、この関わり合いを持ちながらです、ねえー、車がです、ね、構成されているというもので、えー、今、このコンピュータグラフィックスの図は上をです、ね、西側に向けています。右側が北側でありますけれども。 今、私がこうカーソルで示しているここのエリアが、菊間城の中でも一番高い、まあ、本丸に当たるような、本ぐらいに当たるようなです、ねえー、エリアでございます、えー。地図に合わせると、こういった復元が書けますけれども、お現在でも、道です、ね、道路であるとか、区画に菊間城の痕跡というものはあ見ることができます。えー、そして、えー、北西部の一番高いところの車ですね。は あ神社境内、元城町東照宮というです、ね、神社境内になっておりまして、その一角は良好な状態で、えー、球場をとどめております。えー、そして、えー、土塁等もです、ねえー、観察することもできます。えー、絵図に合わせますと、まあ、こういったところですね、えー、赤色で示しているところが元城町の東照宮になります。 現在はこのような東照宮,のの宮そのものは明治になって誕生されたものですので江戸時代のです、ね、近世の浜松城はここには侍屋敷や米蔵があったようなそういった痕跡が絵図から考えるエリアでございます。 発掘調査、部分的にでもしておりますけれども、先ほどご覧いただいた元城帳等勝部の,、ね、の本殿というものが、この写真の後ろの方に見えてますけれども、その手前をです、ね、いくつか部分的な調査をしたことがございます。で、発、え、掘、ー、調査をしていくの、非常にこう部分的ではあったんですけれども、30センチぐらい掘っていくと、この菊間城のですね、この本丸、本狂というところには、ものすごい量のですね、えー 瓦家ががが埋ままっっててていいるる地層があるととうことが分かってきております、えー、東照宮の、ね、本殿がここで、えー、その東照宮の周りにですね土塁がこうずっと巡っているような、そういった様子というものも見て取れるんですが、この先ほどの写真で見たのは調査校の3というふうにしているところですけれども、こちらからですね、えー、このものすごい数の瓦家、しかも割れた状態が主だったんですけれども、 非常に多くのです、ね、瓦家が使われていたエリアだということがわかりますで。その瓦家の時期を見ていくと、今川氏が領有していた段階から、第二段階というふうに申し上げました、徳川家康がこの菊間城、そして浜松城をこう大きく作っていった、そういった時代に相当するものでございまして、まあ、これだけのです、ねえー、瓦家が出ているということを考えていくと、まあ、この菊間城の本車、ねえー、というのは、 まあ、儀礼空間ですね、えー、こういった瓦系を使ったあ儀式儀礼がですね頻繁に行われるようなそういったあエリアだったとっいうことがあ分かってきております。 えー、戦国前期の浜松城の城下町とその菊間城のですね、えー、ありようと紹介したものがあ今出ているこの絵でございますけれども、菊間城というのはこのような田んぼの田の形をしているというふうに申し上げましたが、えー、先ほど来申し上げた元潮町の東照宮というのはここですね、元潮町東照宮があったのは菊間城の中でも北西部のおエリアです。えーそしてえー 四角い形をしておりますけれども、この頃の城下町というのが、菊間城の東側に展開している菊間宿というですね、えー、中世の都市ですね、えー、以降というものがございまして、おそらくここをですね、えー、この、まあ、室町時代から、まあ、戦国時代にかけての,です、ねえー、この東海道というものが通っていたんじゃないかというふうに考えられます。 でこれから申し上げますけれども、後、えー、この菊間城に、えー、この徳川家康が入っていき、名前を浜松城と改め、えー、拡張していくのが、今、私がカーソルで動かしてですね、こういったアイディアですね、えー、に相当いたしますので、まず、こちらの方には、まだあこの城域というものが広がらずに、えー、この北東部の一角のみに収まっている段階でございます。 こういった段階から続いて、徳川家康がこの三河から東,東美に進行していき、その東,東美と三河のですね2か国を領有する中で、武田とのですね対峙していくというような、そういった時代を迎えます。徳川家康の領有期に入っていきます。この徳川家康が領有してきた頃は、あの何度も申し上げている通りですねこちらの東からだんだんと西の方領域にですね、 えー、この上域を広げていくに行っていきまして、えー、石垣が今あるエリアなんですけれども、天守沼というふうに言われている範囲であるとか、あとは本丸と言われているような範囲、そういったところにですね、えー、上域を広げていったというふうに考えられます。えー、そして、えー、天守沼の周辺にも、堀をいくつか築き、えー、ですね守りを固めているというような様子が見て取れます。 コンピュータグラフィックスで示したですね、徳川家康領域の浜松城の姿です。こちらも上をですね西に向けてますので、手前には菊間城があり、菊間城のさらに西側には二の丸を作り、そして今、こちら示しているところが本丸、そして、まあ、天守漁というか、まだこの頃は天守がないというふうに考えますので、天守漁ののたりをですね、徳川家康領域は、 あ爪の車というふうに、爪ぐるわというふうに、えー、の仮に申し上げておきますけれども、もう爪の車るわがあこちらにあって、えー、本丸、二の丸というような、そういった位置関係を示しているものでございます。えー、さらに、出丸ですね、えー、この独立したくるわがいくつかございまして、えー、今私が仮想でさせている浜松城の北西部にあるです、ねえー、一つの出丸が、 えー、本田茂次ですね。本田作材も茂繁次があ入っていたと思われる作座ですね、えー、がございます。えー、さらに画面、えー、南の方ですけども、こちらは鳥居元忠が収めてきたと見られる出丸ですね、えー。鳥居グルわが,があります。まあ、このように、えー、この徳川家康のですね、構築した浜松城というのは、 家康そのもののですね、城郭がある中で、その周辺にですね、家臣団が築くいくつかの軍事拠点、デマルがあるというような、そういった構成を取っております。ちょっとアングルを低くいたしまして、そのコンピュータグラフィックスのですね、絵をまた示してますけれども。 えー、だんだんとおこの二の丸から本丸そして爪の車というところで、えー、地形をですね、えー、巧みにこう利用したような様子というものがあこの中でも再現できていると思います、えー、そして、えー、この頃のですね徳川家康が領有していた頃の浜松城というのはあまあ石垣はある程度諸原的なものはあったというふうには考えていいと思いますが、まあ、高い石垣であるとかあとは半角本格的なですね、えー、この瓦吹きの建物 そういったものは、まあ、ないですね、いわゆるこの切り岸をです、ね、あを切っただけのです、ね、切り岸があるような、そういったお城であろうというふうに考えております。え本丸から爪の丸のあたりを想定した、想像したです、ね、コンピュータグラフィックスの絵でございます。え徳川家康領有期のです、ね、浜松城の姿というのは、 まあ、このようなですね。復元図を書いております。けれども、実はまだあのそんなにはよく分かっていません。と申し上げます。のはあ、それ以降ですねえー。徳川家康領有期の後、この速報機速報化するですね。職を浄化化するですね。段階を経て、えー、近世江戸時代の改変というものもあります。で、その都度その都度ですね。造成もして、えー、改変を加えているということで。 その上に載っているです、ね、遺構をです、ね、あの顕在化させていますので、が顕在化しておりますので、えー、その遺構をです、ね、破壊するようなあの、まあ、く乱ですね、そういったものがない限り、なかなかその,その下、下層に眠っているその徳川家康基のです、ね、遺構というものを調査することが難しいというような、そういった制約がございまして、えー、この仮想に眠っているであろう徳川家康基のです、ね、浜松城というのは、 まだちょっと謎が多いような、そういった状況でございます。まあ、これはあくまでも想定の中で、この絵を、復元図を描いたようなものでございます。まあ、そういった中でも、ですね徳川家康の領有していた浜松城の姿の、まあ、その時期を示す遺構がいくつか見つかっています。本日はその中でも代表的なものとして、本丸の南側にあったです、ね、この堀ですね、をちょっとご紹介したいと思います。 位置としては今、この赤の点々で示しているですね。発掘調査、部分的なトレンチ調査ですけどもをいたしまして、えー、この本丸の南側に広がっているところに、今、私、カーソルで動かすので分かりますでしょうかね、黒っぽいこう地層がこう埋まっている地層、お分かりになりますかでこれが、あのこちら、まだちょっと調査全体をしなかったので。えー こちら側の断面には見えてませんが、ここは本来はこういった真っ黒の地層が入っていって、ここからこう上に上がっていく、まあえー、示していくと、こういう格好の堀があったというようなことが分かっております。で奥側に見えているこの石垣は次の段階ですね、えー、堀用領有期、なので第3段階のこの食を浄化したときの石垣が見えております。 でここから上が本丸に当たるということですね。アングルを変えた写真でありますけれども、こちらにこの堀の境界線を見ることができます。そして中には、真っ黒いです、ね、こういった有機物、有機質が非常にこう含まれるですね地層が埋まっていると、つまり水分もあるような、まあ、水に浸かっているような状態であるということも、ここから伺うことができます。 出土品ですね、えー、こちらに紹介しているとお河原系であるとか、あ陶器のタグにています。でえー、このあたりのですね出土品の年代を見ていくとお、徳川家康が領有していた頃のでころ、ねえーまあ、に使われていた遺構、まあ、であろうということが分かっております。あのこのようにですね、えー、徳川家康の領有していた頃のですね遺構というものがあの、わずかではありますけれども、浜松城の仮想にですね見ることができまして、 えー、先ほどコンピュータグラフィックスのです、ね、想定図、復元図でお示しした通おり、えーの、武田信玄との直接対決にです、ね、向けて、えー、相当です、ねえー、要塞化しているような様子が伺えるものでございます。えー、合わせまして、えー、そのころのです、ねえー、城下町とお城の,その姿を示した図でございます。えー、先ほどご紹介した第1段階の菊間城というのはこちらのエリアでありますけれども、そこから西の方に。

徳川四天王の一人であります、本田忠一ですね。えー、を入れるであるとか、まあ、それ以外にも榊、ねえー、原康政です、ねえー、をこういったところにくっていうような、そういったあの記載、記述が古文書からも見られますので、えー、鳥居元忠とか本田茂次以外にも有力家臣をこの城下の方に住まわせて、えー、この浜松城の守りを固めているというような、そういった様子が伺います。で併せまして えー、浜松城の城下にもともとあったあお寺やです、ね、神社を、えー、浜松城の南側、ですね今、私が指しているあたり、ですねこういったところにこの移動させておりますので、えー、南の,あの新たなエリアに城下町というものが形成されてくるというのが、えー、この第2段階、徳川屋敷の特徴であるというふうに言えると思います。 えー、そして、徳川家康はこの浜松城を領有する段階のその後半には駿河の方にも拠点を移して、拠点を移すようなところを経て、えー、武田の勢力というものを一掃し、えー、武田の勢力を一掃していき、ですね、えー、5カ国ですね、信、え、濃、ー、駿河、 そして遠江、えー東東、三河をです、ね、中心とするようなあですね、甲会ですね、五角をこう領有するようなあ大名にですね、えーこの、移っていく中で、最終的にはあ天正18年、1590年の小田原の陣を経て、関東にです、ね、移っていくようになります、えー。その関東に移った後ですね、えー、1590年以降お、浜松に入ったのは、 あ堀尾義春でございまして、えその堀尾義春によって浜松城というのは食奉城化していくと、まあ、す真砂町高い石垣を持ち天守をですね備えるそういった石垣にあそういったお城にですね変わっていきます。でそのですね移行というのは現在でもこの天守台そして本丸一帯のこの石垣天守台そういったところに見ることができますし。 発掘調査をすることによって、その食糧器にこの作られた遺構、特にその天守門といわれる、この赤く丸で囲っているところですけれども、天守玄の正門でありますが、まあ、こういったところのですね、えー、あの特徴というものも明らかになってきております。食を、えー、上下化した時の浜松城の復元図、コンピュータグラフィックスがご覧いただいているところでございまして、こちらもですね、えー、東から西を見たところです。 手前に見えているのが二の丸のエリアですね、そして中央に見えているのが本丸、そして最終的に一番高いところに天守潤というものが作られ、その一角には天守台、そして天守が築かれているというような、そういった様子を示したものでございます。ちょっとアングルを下げ気味にしたものですね、東から同じくです、ね、西を見たものです。 現在の浜松城の,です、ね、あの復元されている天守というのは、天守閣は戦後のです、ね、昭和33年に作られたものでありますけれども、3階建てで比較的小ぶりのです、ね、天守閣なんですけれども、もともと残っているその天守台の大きさを考えていくと、この復元図でご覧いただくようなです、ね、えーまあ、階内は4階、5階建てぐらいのです、ねえー、内容でございまして。 えー、この体積で言いましても現在見られる復興天守の、ね、1.5倍ぐらいはあるだろうと思います、えー、そして、えー、もう少しその複雑な天守の形をしていたと考えられますけれどもこのコンピュータグラフィックスで見られるように東側にはです、ね、この付けラと言われるような、まあ、こういうです、ねえー、付属した櫓が連接しているようなそういった様子であろうということが考えられます。 えさらには南東部には大きな炭油が想定できるようなことをです、ね、今からご紹介していこうと思います。ちょっとアングルを変えたところですね、え南東部の炭油があーこちらかなに見えてますね。で今、手前に見えているのは本丸を囲むです、ね、石垣です。 えー、復興天守と想定される天守のです、ね、大きさを比べた絵であります。えー、こちらの手前にある、ちょっとこの薄めになっているのが、現在の復興の天守閣のですね、えー、復興されたコンクリート造りの天守閣の大きさでありますけれども、高さが33メートルあるんですけれども、まあ、それよりも天守台全体の大きさというものを比べていくと、ご覧いただくとおり、天守台の大きさというのが、こちらからずっときて、こちらまでありますので、 全体の3分のの分ぐらいいしか復興天使学というのは使っておりません、えー、これを全体もし使っていくとなると建物の規模としても今ご覧いただいているようなところで、まあ、1.5倍ぐらいのです、ね、大きさを持つと、まあ、大変大きな巨大天守がもともと浜松城にあったということが想定できます。 現在、の浜松城の中枢部で見られるこういった石垣が主には堀尾義治によって築かれたもの、職を浄化したものだろうというふうに考えております。ご紹介した通り、この浜松城の天守台もご覧になっている通りですねここの部分というのが空いておりますので、全体の3分の2程度をです、ね、使って昭和33年に作られておりますので、これをいっぱいまで使っていくと、まあ、相当大きなです、ね、天守だろうというふうに考えられます。 えー、さらに東側に突出したところに、付け櫓があるというふうに申し上げましたが、付け櫓の櫓台、えー、このように今でも残っております。で昭和33年に復興されたです、ね、天守の時には、この付け櫓の櫓台はまあ使われていないので、えー、こういった複雑なです、ね、この天守のまあ建物というものも、まあ、想定はできてはいたんでしょうけれども、現在見られるです、ね、景観からは、こういったものがうかがえないというような、そういった状況です。 さらには天守グルアのです、ね、一番西側にはこの屏風折りのです、ね、石垣も見られますあの本物城の石垣というのは野面積みのです、ね、典型例でよく挙げられますけれどもこの積み方の一つ一つというものも非常にこう興味深いものもありますしこういった屏風折りであるとか、まあ、出隅入隅しているようなそういった複雑なです、ね、この形状を持つようなその特徴というものが見ることができますので えー、ぜひです、ね、ご興味持った方はですね現地ご覧になってもらって、えー、こういった、あの号、ー、機のです、ね、石垣の様子というものもご確認いただけたらというふうに思いますね。えー、ちなみに参考で出しております松江城天守。えー、松江城天守というのは関ヶ原の戦い以降ですね堀尾があ出雲に移っていったあと、ねえー、松江城下町というのを作っていき、えー、構築されるものでありますけれども。 まあの同じその堀尾が作っていった天守、まあ、城下、お城でありますので、浜松城のありよと、まあ、何らかの関係を見て取れるということだと思います。でその一つの特徴としては、この手前にある付け櫓、ね、がある様子、まあ、これもです、ね、浜松城の天守台とです、ね、今、共通するものがございますので、コンピュータグラフィックスでもこうご紹介した通り、えー、松江城天守は浜松城のかつての初公機の 天守のありようを考える上でも参考になるものではないかなというふうに思います。えー、白掘調査はですね、えー、2014年からですね、ずっとこう続けておりますけれども、えー、このようなですね、えー、この天守大のですね石垣石書であるとか、あ,あごめんなさい、えっ、ー、とこちらはですね、天主グルアのですね、書籍でありますけれども、天守 天守門ですね、天守車の正門、天守門のですね礎石でありますけれども、まあ、こういったものをですね、えー、の把握調査でですね確認をして、えー、そういったものを成果を受けて、えー、2014年ですけれども、天守門というものが復元されたと、再建されたというものでございます。えー、現在ですね、えー、見られるですね、えー、門ですね、えー、がこのようなところでございます。先ほどご覧いただいた天守門の 書籍というものがこちらで,す、ねでえー、発見されていて、まあ、それをです、ねえー、反映させる形で2014年にこういった建物が再建されています。えー、再建したときのです、ねあのーまあ、参考例としては、こ、あのー お隣の掛、ね、川です、ね、にこのような縄文が残っておりまして、まあ、これは移築されてはいるんですけれども、掛川の縄文あたりもです、ね、一つこの参考にしながらです、ね、この建物の復元をしているものです。現在です、ね、再建されたその天守門に吹かれている屋根瓦というのは、発掘調査の成果を使って、まあ、こういった新しい瓦を作っているものでございます。 たちがえー、そして、掘、え、り、ー、置き、食後期のです、ねえー、調査をです、ね、あの紹介する中で、えー、注目できるです、ね、成果、2018年ですけれども、今、赤の点々で示してあったら、ねえー、天守グルアの石類です、ね、を新たに確認したと。 ご覧の通り、天守グルワの石類を新たに確認したというような成果を2018年に得ております。発掘調査、現在見られるその石類、内側のところをこう掘っていきますと、地下にです、ね、2メートルぐらいの石垣が埋没しているというような、そういった様子が分かりました。器のの天守グルというのは 内側にですね、二メートルぐらいですね、深いですね。えー、あの石油をこう持っている、高い石油をこう持っているということがわかります。非常に、この天守車の床面というものが深かったということがわかります。えー、それに加えまして、えー、この石油をこう埋めていく。この埋め土の中に、食蜂器の瓦を大量にこう埋め込んでいるというようなことも、合わせて確認できております。 この埋め込まれたです、ね、瓦を見ていくと、割合とその完全な形、関係のですね、もう一度、再利用もできるんじゃないかというふうに考えられるような瓦ですね。 丸瓦ではな平瓦が含まれておりますので、まあ、通常、こういった瓦というのがですね完全なものであれば再利用することがまあ,まあ,あるとは思うんですけども再利用できるぐらいの良好な依存状態でもあるにもかかわらずうこうやって、えー、このめ土の中に埋め込んでいるということを見ると、まあ、ここはですね、えー、建物の再建というものをこうあまり考えずに割合とこの急ピッチでですね造成を進めたんじゃないか。 というようよななそんな様子が伺えます、えー、断面を見ると、ご覧の通りで、えー、土よりも,もう瓦の方が多いぐらい、もうがれき、瓦をです、ね、あのぬ塗り込めて、えー、この大造成していると、そんな様子が伺えます。えー、そのです、ね、瓦集積にあるです、ね、あの瓦をこう紹介していくと、まあほ,ぼですねまあ、ほぼというか、初号機のです、ね、瓦に限定できるので、 えー、先ほどご覧いただいたようなその瓦を塗り込めるような大造成、えー、高さ2メートル近くにわたって、この天守塗りはないと埋めていくような、そういったことは、あどうやら食糧期ないしはその直後ぐらいに行われている、要するに金星の瓦があ含まれない、ですねあの使われていない、そういった時期に造成されているんじゃないかというふうに考えられます。えー、模式的に示したものものそうですね もともと、触法器、その第3段階、えー、この掘り用の段階の地表面というのは、こういったところにあって、えー、3メートル以上あるような石類がこうぐるっと囲っていたようなことがあったんですが、その後、まあ一1.8メートルとありますけれども、2メートルほどですね、増、え、生、ー、をして、1.8メートルほど増生をして、えー、この天子車の内側の地表面をかさ上げして、 その周りをこう囲む土類の高さも1.4メートルですから、半分以下にして、非常にこう低くして、造成し直しているというような様子がわかります。そして、この造成度、1.8メートルの,その高さの造成度の中には、瓦をこう非常に多く塗り込めているというようなこともわかりますから、もともとあった建物を、 まあ壊して、まあ、壊れて、えー、ですね壊して壊れたその建物の部材も合わせてこの造成度に使っているということが分かるわけです。そうしますと天守車の南東部にあったこの隅の,、ねえー、の,の石垣を見ていくと、まあ、いかにもです、ね、ここにこの建物やぐらがこの上部にあったんじゃないかという,ふうに思わせるようなそういった形状をしております。 でこういったところも見ていきますと、えー、南東部にはあおそらくあの規模の大きなラ、ねえー、2階建てになるんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、そういったものがあって、でえー、それがあ何らかの理由で、えー、壊れて、ないしは壊して、ですねその瓦をこの造成の中に塗り込めていったんじゃないかということが想定できるものでございます。えー、この南東隅グラのでありようの復元をしたものがこちらで。 一部はかけ作りのような様子が伺えますでそういったあの建物を、まあ、壊していき、今、私がカーソルで示しているところですけれども、こちらが河原の集積が見られるようありますけれども、こういった積み櫓の傍らにです、ねえー、この建物の屋根。 屋根が吹いていたカーラをです、ね、入れていた。でおそらくはあのそれ以外の部材のもです、ねあのまあ、含んで造成していたんじゃないかなというふうに考えられます。でえー、この状態をまとめていきますと、えー、天守グラニにはもともと高さ 3.2m ほどの石キがこうがぐるっと回っていて、で南東部にカラの集積があり、えー、南東部には建物の基礎があっただろうというふうに見られますので、えー、南西部にはあ えっとそうですね、えー、南東部にはですね、えー、墨屋村があるというようなことが想定できますこれ南西ではなくて南東部ですね間違えてます、えー、ご訂正ください、えー、で、えー、河原の時期そのものは16世紀末の特徴まあ食荒期の特徴を持っているので、えー、この造成というものまあ建物をこう壊しこの埋めていったような造成はまあ食荒期かないしは江戸時代の初頭だろうというふうに考えていきます。 もともとこの建物が築かれたのが1590年ぐらいを考えていくと、江戸時代初頭ぐらいを考えるのがま素直かなというふうに思うと、まあ、高さ2メートルぐらいの大造成を行っているということが想定できるとで、これはすなわち大阪城なんかでよく知られているような植、ね、食後期の城郭を近世、江戸期に、江戸の初,初頭にです、ねえー、作り変えた。 城郭をこう作り替えたようなことが知られておりますけれども、まあ、同じようなことが、ですね、大阪城と同じようなことが浜松城でも行われているんじゃないかっていうふうに考えることがでできるものでございます。はいえー、ここまでですね、あの今、第3段階、ホリオキーの特徴を一部示してました。 でこれ以外にもまだ保留機のですの、ね、特徴をお示しするです、ね、あの発掘調査の成果がありますので、えー、この後もご紹介してまいりたいと思いますけれども、お約束2時45分に今、なりましたので、えー、ちょっとここで休憩を入れまして、ですね、えー、続きはその休憩の後始めていきたいと思いまます。ははい、い、えー、それでは続きをしてまいります。 現在です、ね、第3段階、えー、堀尾がです、ね、浜松城を領有し、食を浄化した高石垣を持ち、その天守を築く、ね、ような、カーの建物を本格化して入れていくような、そういったあ状況をご紹介をいたしましたけれども、その発掘、ね、調査のです、ね、成果というものは、他にも天守栗以外にもです、ね、確認できております。 それがあ最初にご紹介したようなですね、えー、この二の丸の周辺、ですね、えー、東のさらにエリアに当たりまして今、ご紹介していたのがこの天守門というちょっと切れるぐらいのところで見えてますけれども天守門からこの本丸のエリアというのが現在、えー、この公園の,です、ね、あの敷地で見られるようなものですけれどもそれよりもさらに東側のところに。 小学校の跡地ですね、今私がこう囲っているところですけれども、小学校の跡地がありまして、えー、そちらのです、ね、エリア一角を発掘調査、3年間にかけて、えー、調査をして、えー、成果を得ております。えー、中でも今、この赤く点々で囲っているところですけれども、本丸そのものが3分の2ぐらいは増税されて、今、作品されて、削られていたんですが、あその 北斗墨のです、ね、石垣が発掘調査で確認できておりますので、今からご紹介したいと思います。位置関係はここですね、えー、こちらに今、ポールが見えてますけれども、こちらが本丸からび伸びてくる富士宮倉という櫓があったんですけれども、富士宮倉からずっと櫓があって、本丸があのです、ね、石垣がこのように来て、でここが本丸の北東部の角で、 ここからさらに南の方に向かっていくというような、この隅角ですね、隅角の部分が出ているところでございます。発、え、掘、ー、調査で確認できた前景ですね、えー、ご覧の通り、見事なこの三岐積みの様子が見て取れます。えー、そして、えー、三岐積みのところもですね、あのここ、鈍角になっているんですけども、鈍角のところが正確にやはり鈍角の石,石材が使えなくて、えー、ここはちょっと痩せているような様子というものも見て取れると思います。えー、これがあまあ,あ 天正十八年、まあ、天正の終わりぐらいから、まあ、文禄の初頭ぐらいにかけての。石垣構築技法の、まあ、一つの典型だというふうに考えられます。野面積みの石垣ですね。えー、内側には、こう。裏米のですね、あの、石垣、えー、石材がこうずっと散乱しておりまして。 えー、さらに奥の方には、あのおそらく幕末、安静ぐらいの地震じゃないかなと思うんですけれども、地震等でこう崩れると見られる石垣石材というものも散乱しておりました。えー、本丸のですね、あの北東部の石垣のまみかのところですね、とにかの詳細に示しているものですけれども、特にこの住すねあの、ここの両線を割りわことしっかりとここで作り上げているようなんですけれども、 下の2段というのが、この両線があまりはっきりしないところがありまして、でえー、石材そのものの,この構築も、ですねちょっとこの乱雑で、この2段目以降、丁寧に構築しているような様子が見られますで。これは何かというと、おそらく2段目ぐらいまでは、石垣としてまずは構築はするけれども、造成して、ここは土の中にこう埋め込んでしまうような。 そういったものなんだろうというふうに考えております。はい、えー、まあこのようなですね、えー、この、えー、本丸の様子が分かってきたあ初攻撃のですね、ハーマツオでもありますけれどもお、特にですね、東からこの西を見た景観が意識されておりますので。 何度かコンピュータグラフィックスの方でも示してますけども、二の丸本丸そして天守グルアと見られるようなまあ、こういったあ東からこう西に向かってですね天守をこう見上げるようなまあビスタが意識されているというようなことが伺えます。えそのその頃のこの城下町ひくましくというですねあの中世都市を起源とするようなところからですね。 えー、ずっとこの浜松城の中心部を見るような、こういったところはこの大手としてですね、えー、重視されていき、えー、さらには南側のこの徳川家康の頃に築かれ始めた城下町を踏襲していくような、まあ、こういった城下町というものが想定できるとで。これはビスターを軸にもう一度、回転軸、ちょっとこう、表していくと、こんなような格好ですかね。えー、これは東からこう西に向けた、今と同じような図をちょっと回転させているだけですけれども、えー、ご覧の通りの。 おまあ、景観軸というものが読み取れるだろうというふうに考えられます。えー、コンピュータグラフィックスで示しているようなあ半割状のです、ねえー、本丸から天守ブルにかけてのお、まあ、景観ですね、えー。手前に見えている門は本丸のお江戸時代で言えば裏門にあたりますけれども、 食放期については、これが本丸の専門であった可能性もまあ考えてもいいかなというふうに思います、ねはいえー、続いて、えー、関ヶ原の戦いの後ですけれども、堀尾氏はですね出雲の方に移っていき、えー、さらにまた、あこの東海道のですね一円の重要地には、徳川家康の普代の大名が入っていくと、普代大,大名の領有期に入っていきます。 でこの中でも最もです、ね、特徴的なものは、まあ、今、赤の点々で囲ってあるその小学校の跡地の様子でありますけれどもそれ以外にも三の丸を造成し、えー、さらに南の方に拡張して、上位記録を拡張していって、まあ、このトリーグルはです、ね、出丸は完全にもう浜松城の中にこう取り込むような格好で一番南側に大手門というものですね。 えー、浜松城の正門である大手門が築かれるようなそういったあ改変が行われていくというような、まあ、そういうですね、えー、変遷を遂げている段階があ第4段階近世の浜松城でございます、えー、近世浜松城おおよそ国久高でいうと5万石前後をですね、えーまあ、推移しておりまして、えー、大名もですね、えー 長く続いて3代の短い、短命の,です、ねえー、この上州が、短命というかその、上州そのものが3代に続くような、そういったです、ねえー、の何人にもわたるような上州がです、ねえー、浜松城に入っております。えー、具体的に言うと、青山であるとか、本庄松平であるとか、水野、井上、まあ、そういったところがです、ねえー、挙げられます。 まあ、三河からのですね、普代大,大名がずっ、ねえー、と名を連ねているということです。江戸時代の,です、ね、あの天守竜はそのものを見ていくと、ご覧の通り、天守門やうず門はあるんですけれども、天守台そのものにこう天守というものが描かれたものは一切ございませんので、もう17世紀、江戸時代に入っていくと、天守そのものはなくなっているということがわかります。土器のですね、金世紀の浜松城というのは、もう天守がないような、そういったお城であるということで、 え先ほど第3段階、保留の段階でご紹介したとおり、えー、複雑なです、ね、建物が築かれていた天守漁屋というのは、江戸の初頭ぐらいには否定されていて、えー、この天守漁屋周辺というのは非常に簡素な、建物もあまりです、ねえー、ないような、そういった空間に変わっているんだろうというふうに想定できます。 で今、画面にご紹介しているのが、あこの小学校の跡地の調査をしたエリアでございまして、えー、ご覧の、そのトーンをかけたところが小学校の跡地ですね、えー、ご覧の通り、本丸の一部、そして二の丸の北半分、二の丸と本丸の間には、お誕生場って言われる、これは二代将軍、徳川秀忠の誕生にまつわるような場所でありますけれども、まあ、そういったところを含むエリアを把握調査をしております。 ご覧の通りり、広大な敷地ですね、奥側に見えているのが、天守門、そして天守、復興天守が見えておりますけれども、本丸の一部とこちらにお誕生場があり、さらにこちらの方には二の丸があるというような、そういった景観が、ですね、発掘調査の成果からも伺えるようになってきております。 えー、特に江戸期のです、ね、本丸、二の丸のところが重要でありまして、えー、二の丸ですね、えー、ご覧いただくように、えー、こういった段差を用いて、えー、この二の丸のエリアの中に御殿があったということですね。えー、本丸にもおそらく御殿はあったと思うんですけども、本丸にあった御殿というのは、もう藩主が使っていないようなもので、おそらくこの将軍家が上洛等に使うような、おなり御殿があったんだろうというふうには思いますけれども。 本丸自体にはもう建物そのものがです、ね、ほとんど知られていないようなそういった空間になっていきます。えー、江戸期につきましてはその第4段階につきましてはこの二の丸がです、ね、半世の中心になっているということでご覧のとおりこの二の丸の絵図からです、ね、これ復元したものをです、ね、入れ込んでます。けども 黄色く塗っているところが五点でも奥五点ですね、えー、そして水色に塗っているのは五点でも表の部分ですね、があ、まあ、およそお想定できまして、小学校の跡地が今、私がカーソルで動かしますけれども、ここがちょうど敷地境になりますので、発ス調査で確認できる五点以降というのは、黄色く塗られた奥五点の建物群ということが、この図からも見て取れるかと思います。 発掘調査をしていきますと、5点の移行というものが見えてきました。えー、こちらがですね奥5点の一部でありまして、礎石が今見えますね。こちらであるとか、こちらですね、えー、さらにはこういうところにずっと見えますので、まあ、こういったところをこ追っていきますと、5点の,の建物の詳細、えーの、絵図等でも見えておりますので、えー、この具体的に把握調査の成果と絵図,の成果絵図で見られるようなその平面のです、ね、構造というものをこう。 重ねて見ることができるというふうになってきておりますアングルを変えてのものですね先ほどご紹介したような書籍がこう見えておりますけれども一部ちょっと深掘りをいたしましてこの 土器のですね、5点が乗っている仮想1メートルから1.5メートル下にですね、えー、別の遺構がありまして、別の時期の、まあ、古い時代の遺構ですね、えー、これはあの第2段階、徳川家康の時期ぐらいに遡りのるですね、えー、まあそういった遺構群というものもありますので、えー、もちろんその二の丸にはあの近世の遺構は乗っておりますけれども、それよりも以前の取国法棄ないしはその戦国期のですね遺構もこの地下に埋もれているということがあ分かっております。 平面的に見たものですね。えー、ご覧の通りその四角い形の平面というものを覆うことができます。えー、そして、えー、北側のところには、河原で護岸をしたようなあ雨落ち溝というものを見えてますから、今、私が示しているあたりというのは、建物のない中庭空間だろうということが分かります。ちょっとアングルを下げてみたものですけれども。 本庄松平ですねの河門足立というの鴨川浦も一部出ています。天内溝で平河原で護岸しているというのは、ここですね、河原をこう立てて、天内溝の,この側面を保護しているような、そういった特徴も見れます。二の丸のです、ね、御殿の絵図を書き起こしたものですけれども、今、ご紹介したのが、そらくこの赤く囲っている部分であろうというふうに考えます。 それとともにです、ね、もう一つ赤く囲ったエリアというものを発掘調査しておりまして、こちらでは庭園以降です、ね、が発見されています、えーと。天守が見えてますけれども、こちら、今、私がカーソれで囲っているところが、あ庭園の庭のです、ね、池があったところ、まあ、池といっても水をた,たえるような池ではなくて、えー、枯れ池だったと思いますけれども、が確認できていて。 で池の護岸にはこの小砂利をこう引いたような素浜ですね、こういったものが確認できております。ちょっとアングルを変えたね枯れ池の範囲が今、私がカーソルでこう示しているところで,で、その護岸に小砂利を引いた素浜があり、おそらくこちらにはあの月山があったと思うんですけども、山月山に乗せていた あ形跡ですねが一部一つですけども確認できておりますまあ、このようなですね調査成果が得られるですねあの江戸期のこの半末路でありますけれどもそれに合わせて発掘調査ではまだ確認できてないんですけれども大手門がですねこの南の端に作られていることを申し上げましたが 城下町もです、ね、新たにこの作られていくということで、えー、この本発表の一番最初、冒頭にです、ね、江戸期のです、ね、浜松城の城下町のありようというものも示しましたけれども、東海道というのがあこの近世には新たにこう作られていき、 え先ほど、初号機にはあこの天守にまつわるのリスターをです、ね、あの大手道から聞かせていたということを申し上げましたけれども、おこの近世、江戸期になると、このお京から江戸に上がるこの南側からこう正面で大手門を囲む、ないしは江戸からあです、ね、京にこう上っていくときにも見られるようなあこの東海道のです、ね、東からこう西への景観の延長上にも大手門があるということで。 この南の大手門がこの都市計画、VISTA のです、ねまあ、中心になっているようなそういったあの計画のです、ね、ありようということもここから伺うことができます。えー、近世のです、ね、浜松城のです、ね、調査成果というのは、まあ、これ以外にもあの小さな地点で調査成果というものが蓄積されております。であの今回ちょっと発表ではあの 時間の制約からですねあの多くは紹介できませんけれども、城下町そのものの調査、発掘調査というものも進んでおりますので、えー、近世の浜松城、ないしは城下町のありようというものも、今後、ですね、えー、今までよく分からなかったことがですね次々と明らかになっていけるものだろうというふうに考えます。はいえー、続きまして えー、本発表の中ではの近,世近,近代とか現代の話もしていくということを申し上げましたけれども排除後この江戸時代が終わって今度明治そして大正昭和に至るところの近代の話をしてみたいと思います。 近代の浜松城ですけれども、今、ここ、白調査をしてです、ね、あの先ほど、食法器の瓦の集積があるなんていうことをご紹介したような調査でありましたけれども、触法器の移行に至るまでは、あもちろんその現代、そして近代、そして近世、食法器、そういった段階をこう踏みながら、この地層をです、ね、あの下にこう探っていくので。 新しい時代ですね、現代や近代のですね遺跡移行も確認をしていきます。まあ、そういった中でですね、あの特徴的な浜松城の近代をこう知る上で、特徴的な遺物が出土しておりますので、まあ、そんなものも紹介もしてみたいと思います。えー、二の丸ですね、先ほどご紹介したような、ですねあの庭園移行が出たようなエリアでありますけれども、そこもですね、上層を見ていくと、ご覧の通り。 え江戸時代の移行面が今、私が川沿いで示しているところですけれども、それよりも上には、レンガ建ての建物の基礎があったりとか、それよりも上には、ですね、えー、瓦礫が非常にこうたくさん詰まっていて、焦土です、ね、焼けた土があいっぱいあるようなあ、そういった地層が見え、さらにはグラウンドの造成が行われているという、そういうですね様子が見て取れます。 えー、この火葬のです、ねえー、レンガ造りのものは、まあ、明治から大正期にかけての建物の基礎、まあ、工場の基礎だと思いますけどもがあったりとか、焼け土が含まれるようなものはアジア大西洋戦争の、まあ、あ末期空襲、浜松大空襲の時のきの、まあ、被害の,です、ね、の増成度だというふうに考えられます。 明治期の天守狂わ一角というのはご覧のとおりも天守はないんですけれども民間に払い下げは知られましたけれども破壊されずに、まあ、高いところだったのでこのような展望台が作られそして、湯、まあ、茶ですねあのお茶であるとかあとはお菓子ですねそういったものも売られていたような記録が残っております。左側に示しているののはこの展望台 鉄条閣というふうに言われたようですけれども、その鉄条閣の入場券、こんなものもですね、あの博物、浜スの博物館の収蔵品の中で知られております。えー、昭和初期にはあのこのような展望台の鉄塔が建てられまして、えー、さらにこの展望台としてのですね、えー、役割が続いていたということが分かります。で、えー、その頃のですね、えー、明治大正ぐらいの頃の出導品として、ご覧の通りの、まあ、通いどっくりですね、高田とっくりが出導しておりまして、 ここには矢をマブチ屋っていうふうに書かれたあのとっくりが出てきたんですけども、現在もこのマブチ屋のですね、えー、の後継であります、マブチ商店というですねあの会社がございまして、でそちらの会社の方う、まあ、こちらの現,現在、東大の社長さんですねがいらっしゃいますけども、社長さんと話をすると、あの私の家にも同じような特っりがありますよって言って出してきてくださって、その隣にあるこのちっちゃな特っりの方は、あ現、マブチ商会の方を持ってらっしゃる。 えですねえー、こういうです、ね、商店が持っていらっしゃるようなとっくりが出てきておりましてうり二つというか同じようなものがあって、えー、まぶち屋さんというのがあ先ほどご紹介したような鉄条格であるとか、えー、その昭和初期のです、ね、鉄塔ああいったものをですね えー、管理していた、まあ、あー主体だったということがあって、まあ、そういったこともあ,りなあってのこのとっくりが指導したというようなことで、えー、現在のですねこの城下町とのつな、まあ、がりというものも見て取れるような、そういった成果が上がっております、まあ。同じく明治大正期の杯、まあの類ですね、まあ、こういったものも出ておりますので、まあ、お酒も提供していた可能性はあるんだろうなというふうに考えます。 えー、明治30年代の浜松をを示しした地図を出してます、えー、何度かご紹介しているように浜松城があり城下町があるというようなこちらが東海道ですねがあって城下町があるというような様子が見られますけれども明治30年代には東海道本線が作られますけれども東海道本線つ作られた時に城下町をこう分断するようなところで、えー 不されはしませんで城下町を避けてですね東海道線というものが作られていったので今、私が川想で示しているところが浜松駅でありますけれども浜松駅そのものの構築ないし浜松駅から中心にこれからこう近代都市というものが作られていきますけれども近代の都市が作られるエリアというのも城下町のエリアとは違うところにですねあの設定をされ,たされたということがありますので城、えー、下町多くはあの空襲であの被害はあってはいるものの 街の区画はそっくりそのまま破壊されずに残っているというような特徴がこの地図からですね、伺うことができると思います、はいえー。それでは最後、アジア太平洋戦争のですねあの終戦後、敗戦後ですね、現代に至るまでのですね歴史をかいつまで紹介したいと思います。えー、このの扉に出ているのは昭和33年に復興されたあの まあ建物が再建されたあ店主の,です、ねえー、この寄付金をこう募るためにです、ね、作られた浜松城再建規制同盟会というです、ねえーまあ、会が任意団体がありますけれども、まあ、そちらの,です、ね、あのポスターになります、ねえー、昭和25年ですね、その昭和33年の復興天守に。 至る前の段階で昭和25年、廃線からまだ5年しか経ってないところで、浜松城とその一角をですね、子ども博覧会という博覧会会場にするというようなイベ,イベントが行われまして、その時にこの写真でもあるとおり、天守台の上に板作りの仮展望台が作られております。これをご覧いいただくと、1階部分が石垣になっていて、 石垣部分を板作りにして、で2階と3階がこう展望台になっている、そういうです、ね、構造が読み取れます。で、えー、合わせてです、ね、その一角には動物園が作られていき、このしばらくですね、戦後しばらくは、浜松城公園というです、ね、公園には動物園があるということが、まあ島、市民の中でも広く知れ渡っていて、移行の場として使われていたということですね。 えちょうどこれは浜松城の天守から北側のサクザグルワの一帯を見ているところですね。でえー、まあこういった動物園や子ども博覧会が作られていたんですけれどもその直後ですね、えー、昭和32年には静岡で国体が開かれるというようなそういったことが計画されていってで国体の開催に合わせて浜松城の天守台にもおまあ天,守閣天守をです、ね、再建しようというそういった動きが 出てくる中で、まあ、ご覧いただくような、まあ、設計図も何度かこう検討される中で、えー、復興天守、まあ、天守閣の,、ね、の現在の姿、いくつかその概念が違って、えー、復興天守閣と呼ぶか、まあ、模擬天守閣と呼ぶかっていうのは、まあ、研究者、考え方によってはあのどちらでもよろしいかと思いますけれども、まあ、そういうです、ね、あ新たなその建物が天守台の上にこう築かれるようなことになります。 そのです、ねえー、復興天守閣が天守が築かれる中でも昭和30年ぐらいに作られたところはまだその子ども博覧会の影響があるような1階部分が石垣これ実は細かなあ設計図を見るとこの石垣の内部に階段があって、えー、石垣は作られているけれどもここは1階だということなんですねで、えー、昭和31年ぐらいにはこのようなあの漆喰層塗り米の白いい印象の強いです、ねえー、図面あ 天守のですね、図面が引かれ、最終的には、これ、木戸久先生のですね、設計図でございますけれども、最終は、昭和33年にはご覧のとおり、現在ある下見板張りのですね、ちょっと黒色っぽいですね、天守のですね、設計が作られていったというような設計図が作られていったという,うそういった経緯が読み取れます。 えー、国体に合わせて、ですね、まあ、こういった浜松城の店主のですね、えー、この再建というものが、あ市民全体に大きく盛り上がっていきまして、えー、この店主再建のですねあの費用も寄付金で賄うというようなことで、えー、この学校であるとか企業、そしてですね映画館、そういっうたろにはあの寄付金の募金箱、そういったものも置かれて、えー、広くですね市民に寄付を募ったということですね。 貯金箱、募金箱はこのようなものですね。右側にあるのは特別寄付、あの大きな寄付金をもらったところのです、ね、団体等にはです、ね、このような絵皿が完成したときに、復興天使が完成したときには配,った配られたということでございます。ご覧の通りですね、現在はこのような景観をしておりまして、昭和33年にこの復興天使が築かれ、 手前の天守門は2014年に、ね、再建されというようなところで奥側の,この店主復興天守はあまあ元気年間当時,当時ですね昭和30年代の時に考えられていた元気年間に徳川家康が作ったんだったらこのような天守だろうという,ふうなそういう想定。 現在は元気年間の徳川家康にこれだけの天守を作るようなことっていうのはちょっと想定しにくいかと思うんですけども、ただ、あその昭和30年代の,、まあ、あの交渉の中で下見板張りになっていると。で、これに対して手前の2014年の再建された天守,天守門というのは幕末期ですから、まあ、井上が藩主だった頃ですね、のですね建物を、まあ、漆喰層の塗り込みで白っぽいです、ね、建物で、まあ あ再建しているので、ちょっとこの建物様式でもあのちぐはぐな様子というものは見て取れるかと思います。で一方で、えー、高い石垣ですね。えー、非常にこう高い石垣があ本丸そして天守閣が天守台というところにこう見られる重層的に見られるような様子があこの写真からは伺えるかと思います。 何度か申し上げているとおり、復興天守ですね。が、このような形に載っていて、この建物と天守台の形が整合していないということもよくわかりますね。えー、完成したばかり、昭和30年代の大手通りですね。えーえー、今、私が川沿で示しているあたりが、本丸のですね、えー、ごめんなさい、天、え、守、ーえー、ごめんなさいね、えー、大手門があったところですね。えー 松城の正門、大手門があったのが今、私がカースで示しているところで、そこからこう大手通りがちょっと北側に伸びていて、この白い建物が二の丸から本丸の、えー、二の丸の一角ですね、二の丸の一角を占めている新しいこの昭和30 20年代後半に作られた市役所の本庁舎が見られます。で、こちらに復興天守が見ることができます。 浜松城とその周辺において、公共施設というものがありますけれども、先ほどご紹介したような市役所の本庁舎であるとか、動物園ですね、そういったものが築かれたのは、いずれも戦後のことであります、1945年以降のことでありまして、例えば小学校は1948年に設置され、2017年に移転しています。 えー、さらに1950年には本丸の北側に大きなプールが築かれたんですけどそれも1978年に移転している。えー、サクザグルの周辺には動物園が築かれましたが、1983年にはです、ねえー、郊外に移転しているということが見られます。それ以外にも図書館であるとか、博物館、体育館、美術館、そういったものが築かれております。 ご覧の通りのところですね、復興天守閣があるのがこの辺りですね、今、私がカーで示しているところですけれども、そこにひしめくように、えー、市役所、小学校、体育館、水泳場、プールですね、動物園、美術館というものが作られ、都市機能がですね、えー、戦後、ぎゅっとこの浜松城の中心にですね、えー、集まっていた、そんな時代があーしばらく続きました。 で、えー、そこからですね、えー、このいろいろこの郊外の施設が移転する中でまあ小学校も最近移転し今残っているのはすね市役所と美術館ですねまああと図書館ありますけどまあそういったところになってきているということです、えー、最後まとめていきます、えー、今日のですね発表でどういったことをですね皆様方にもお伝えしたかったかっていうことですけれどもおお城の水 えー、これは今川の段階からですから、それこそ15世紀ぐらいからその現代にあたるまで、まあ、500年以上にわたるようなところをご,ご紹介しましたけれども、おことごとく、まあ、これ、当たり前のことですけれども、お城というのが単独で、えー、この存在するものではなくて、えー、そのお城がある、えー、その地域の、まあ、都市ですね、都市計画、都市機能、そういったものと密接な関係を持ってです、ね、城というものが移り変わっていると。 いうようよなことがご紹介できたかと思いますで各時代の特徴が非常にこう明確でその戦国期の都市のありよう初皇期の都市のありようそして近世の都市のありよう近現代の都市のありようというものもですね合わせてご紹介できたかというふうに思います。 日本の歴史の推移をこう象,徴する象徴するような様相というものが浜松城の推移からうかがえるというのもこれもの特徴的、面白いようなものかと思います。特に初期のですねこの菊間城の段階で言いますと四角い形をした方形の巨漢ですね、これは鎌倉期から続いてくるような地域の有力者のありよう、ですねそういった館のありようを示していると。 で土の城から石垣を持つようなその城への変遷、これは戦国の後半から、植法機へのです、ね、変遷というものを浜松城で見て取れ、植法形状城の整備というものが見て取れるということです。この植法形状城の定点としては、天正18年、1590年というです、ね、年号も与えることができると。 でさらには、初行系の城郭をベースとしながら、また金星城郭へ改変しているというようなところもですね、ご紹介できたかと思います。えー、天守をもう否定するとか、天守がいらなくなっていき、えー、その半世の中心も本丸や天守車ではなく、二の丸に移っていくような、そういった改変がある中で、えー、建物もいくつかああの整理もされ、えー 高さ2メートル近くのです、ね、造成も行われていくということもご紹介できたかと思います。でさらに本発表の中では、あ江戸時代が終わったあと、ね、明治大正昭和のところで第5段階というふうに申し上げました、昭和前期ですね、でえー、戦後からは第6段階というふうに申し上げましたけれども、近代から現代の都市形成の中で、マ松城というのは、まあ、常にその中心的な利用をしていたということもです、ね、ご紹介できたかと思います。 えー、これはあ城郭、お城としての歴史というものが、廃城その明治初頭のです、ね、お城の機能のがなくなったところで終わったということではなくて、えー、都市形成の核としての別の新たなあ性格、まあ、市民の心のより所としてのです、ね、もう中心地としての,この浜松城というもの、お城というものはずっと今も続いていて、えー、お城というのはあこの江戸時代。 終わってなくなっちゃった、機能しなくなった、そういうことではなくて、お城そのものは現在もなおまだ生きているというような、そういった様相というものもご紹介できたかと思います。えー、学校やあ観光庁、動物園、スポーツ施設、そういったものが戦後、特にこう集中していくことになっていき、えー、浜松城公園というですね、えー、浜松の中でも都市公園の中心となるような、そういったですね景観が作られ、新たな都市の核と。 いうものの性格をでですすね付与されていいいるととうことでございますで浜松城ですけれども、えー、本発表の中でもご紹介した通り小学校の跡地の発掘調査が進む中で、まあ、非常にですね、えー、良好な状態で地下に遺構が残っているということが明確になってきたということがありまして、えー、浜松市ではその浜松城をさらにこう整備して、えー、都市のこの 核として、えー、さらなるですね、魅力を、こう、高めていくような、そういった、事業に、こう、舵を切れるように、そういった事業が行えるように舵を切ったところでございます。えー、だんだんと、その都市機能を、この郊外に移転する中で、えー、街づくりの核として、えー、半末上を、こう、復権、復興していき、えー、さらなるこの魅力を高めていくような、ところにですね、えー、これから歩みを、こう、進めてまいりますので。 えーまあ、一度と言わずですね、えー、この年をおいて、何度か何度かこう浜松城の方にお見えいただくと、およりその都市の顔として、浜松城というものがですね光を浴びている様というものが体感できるようになるかと思います、えー。ぜひですね、浜松にもですね皆様お越しいただく中で、えー、この戦後期からこう現代に至るこのお城の変遷、そして日本の歴史の推移というものも。 合わせて特徴的にこう追っていただけると幸いでございます、えー、時間になりました私の発表はこれで終わりたいと思いますご清聴どうもありがとうございました